RR 系リリコ、皆さんこんにちは。ハーフ&ハーフ赤色担当のリリちゃんです。本日はですね、また雑談をしていきたいなと思います。私最近なんか幸せをかみしめたことがあったの。性転換手術をする前ってなんか仕事を休むことがストレスだったんですよ。自分にとって何か大きな試練が待ち受けてるじゃないですか。迫り来る試練に向かって服を買ったりとかも毒にできなかったんですよ。性転換した後もその当時のまあ生活のルーティーンみたいなのが名残があって、普通にいつも通り前の感覚で働いてたんですけど、なんかふとあれ、なんか私ってそもそもこんなに働く必要ってなくないって思うようになって、可愛い服あるなと思ってこう値段とか見たりとか財布と相談したりとか、あれ、なんか私そういえばもう手術とか受けることないし、なんかこのお金使っても別に大丈夫だぞって思うことが多くなって、いろんなことにゆとりができたの。休みもっていうか、なんで私こんなに働かなくていいんだから、なんか休みも普通に取って大丈夫じゃないとか、上手にサボることを最近覚えまして、失恋してもそんなに病んだりしなかったりとか、まあいっかってなったりとか、休み取ってもまあいっかとか、友達と遊んでちょっと無駄遣いしてもまあでも楽しかったから OK とか、私普通になれたなって、いわゆる普通に生まれてきたら私の人生ってもしかしてこんな感じっていうことって思って、普通で幸せだなと思って、悪くないぞこの人生ってすごい最近思ってるんですよ。夢を叶えるって素敵なことだなって思います。でもこれって変わったのは主観だけであって、世界は何も変わってないはずなんですよ。主観が変わるだけでこの世界って本当に豊かになるんだなっていうことを知りました。最近、今まで私って一人で踊り狂ってただけだったんだなって、自分の中の正義と自分がこうなりたいこうならなきゃっていうものと自分だけの中で戦い続けて、周りに理解してもらうために周りを悪い言い方すると巻き込んでたりとかして、私だけの問題じゃないぶってただけ、こうして自分の中でそのものが悩みとして認識しなくなっただけで、こんなにも世界って豊かになってて、みんなそれぞれ悩みがきっとあると思うんだけど、その悩みって意外と自分がその悩みの多面性に気がついて、いろんな角度からその悩みについて捉えることができて、それを悩みっていつの日か認識しなくなってしまえば、なんか世界は違って見えるなって思います。みんな自分と戦ってるんですよ。なんだこの話は。また遊びに来てくださいね。突然のさようなら。